はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方、昔国際協力で活躍された方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でも今シリアの方と IT 事業をされていらっしゃる坂下さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、初めまして、坂下と申します。今ご紹介に預かりましたように、僕自身はシリアのエンジニアと Web IT の事業をやっていたりとかですね、日本にいる難民庇護申請者の人たちのキャリアプログラムをサポートするといったですね、比較的紛争とか避難を強いられた人たちというところと手を携えていろいろ活動をしている人間でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なぜそのような形になったのかっていうところの背景を後ほどお伺いしようかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、坂下さんがそもそもそのような事業にされるきっかけの前に、国際協力になぜ興味持ったのかみたいなところも聞きしたいなと思ってるんですけど、はいはい、何がきっかけだったんですかね。紛争とかっていうところでいうと、裸足のゲームみたいなところを見たのが一番最初の原点かなって思いますね。日本で起きた戦争みたいなところが自分の中ですごく小さい頃ショックで、そこから戦争とか平和とか社会っていうところを意識するようになったっていうのが一番最初のきっかけとしてはあるかなって思いますね。なるほど、ありがとうございます。それってじゃあ裸足のゲーム一番最初見たのに小学生とかそんぐらいですかね。そうですね、小学校2年生の時に先生にビデオを見せられるっていう、よくある。いや、めちゃくちゃ印象的なイメージだった気がする。実際それがきっかけで戦争に対して漠然と興味を持ってたというか、そういったところから始まった感じなんですね。そうですね。そうです。ちなみにそれ高校とか大学生の時とかって国際協力の専攻になってたとか、そういったところあったんですか。そうですね、高校は全くそういうことはなくって、大学に入ってから一応外国語学部、英語ですね、英語とかのところで勉強し始めた。ただ勉強は正直そんなにちゃんとやってた方ではなくって、たまたま僕らがですね、大学のサークル活動で演劇とかミュージカルやることがあって、その時の出た利益で学内にあった NGO があったんですけどに寄付をするみたいな体験をして、でそこが結構初めてかもしれないですね。そうなんですね、ちなみになんですけど、ミュージカルされてらっしゃるんですか。一瞬出てましたけど、自分に才能がないと分かったんですぐ裏に引っ込みましたけどそうなんだ。じゃあ実際そういうのを大学時代にミュージカルを開いて、そこで入場料とか払ってもらいますよね。そうですね。その払ってもらったお金を NGO のところに寄付をするみたいなことをされてらっしゃった、はい、そうです、そうです。あ、そうなんですね、ちなみにそれって1回の公演でどれぐらいの金額が集まるものなんですか。その時は何十万かは集まったのかな、50、60万ぐらいいったのかな。あ、そうなんですね、それ1回の公演でですか。何回かです。なんかあの同じやつを何回かやって、経費とか払って残った何十万かを、そうなんですね。実際なんですけど、それで貯めた金額を NGO に寄付っていうところもあると思うんですけど、どういったところに寄付されてらっしゃったんですか。そこがですね、 NGO 団体のドーンっていう、フィリピンの主に日本に興行で来てた女性と日本人の男性の間に生まれた子供たち、差別にあっちゃう子たちもいるので、彼らをサポートするっていう NGO で、毎年そういう現状があるんだよってことを、主にフィリピンで活動してる団体なんですけど、日本に子供たちが来て、こういうことを私たちは思ってるんだよっていうのを演劇で表現するんですね。そうなんですね。なるほど。だからミュージカルでいただいたお金っていうのを演劇で親和性の高いところに還元していくみたいな。そうですね、あの結果的な話です見つけたらそういう団体だったって。あ、そうなんですね。ちなみにそこの団体は日本人が主催の団体ではないんですか。主催自体は確か向こうのフィリピンの女性だったはずですね。そうなんですね、なるほど。大学でそういう支部みたいなのあるのいいですね。そうですね、そうですね。実際そういったところで国際協力っていうところにも入り始めたと思うんですけど、他になんか海外とかって行かれてたりしました。全く海外経験がなかったんですよね、大学生の時まで。初めて行ったのが大学2年生の時かな、冬休みらへんにフランスの方に初めて旅券も取って、でチケットも買っていくっていうのがもう初めての。あ、そうなんですね、実際初めての海外だったとしたらどんな感じでした。実際海外行った時みそばらしい旅だったので悲しかったですね。お金貯めて行ったのに、なんで俺はこんな安いパンを食べながら旅をしてるんだぐらいに悲しい思いをして、まあだけどやっぱり日本では見られない風景とか言葉とか、それはすごいワクワクするというか忘れられない。そこは非常に面白かったし、今でも鮮明に覚えてますね、いろんな場所の景色を。そうなんですね、どれぐらいの期間行かれてたの。あ、でも2週間も行ってないです。それはじゃあそうなんですね、ちなみになんでフランスにしたんですか。洋服がその時はすごい好きで。ああ、なるほど。なんとなく浅はかにフランスって言ったらファッションと文化だからパリだなみたいなぐらいのノリで行って、別にパリのそういうところにも行くわけではなくて、全然別に洋服に関係ない旅してたんですけども、ただそれだけの浅はかな理由あ、そうだったんですね、実際そういった経験も含めて海外に行くというよりは海外の人たちと交流するみたいな機会が多かったと思うんですけど、そうですね。大学卒業してからはどういう選択をしようと思ったんですか。
正直何にも考えてなくって、立派にキャリアパス考えるとかそういうことも全くなく、たまたま適当に出荷様さんで受かった貿易会社で営業をやりつつ、その大学時代にやってたミュージカルも同時並行でやってたっていうところがあって、そうだったんですね。そうです。じゃあ大学卒業してからもミュージカルっていうところは引き続きやってて、演者としてやってた感じですか？そうですね、もう大学のその団体とはまた別で、そうなんですね、メンバーは一緒ですけど、はい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 、だから別の団体で同じメンバーみたいな形でやっていて、でもその収益はまたドーンに行かれた。その時の収益、いやドーン以外でもあってですね、収益が出た時で覚えてるのは2013年とかにやった時かな、東北とかの方を回るみたいな旅をしていて、でその収益を福島の方の NPO とかそういったところに、はい、寄付させていただいて、会場でおテントさんっていうところなんですけど、物品の販売とかしてもらって、それも売れたらもちろん彼らのあれでっていうところで、なんかそういう協力の仕方は多少はしてました。確かにミュージカルっていうツールをベースにいろんなところに寄付ができるっていうのは確かにいいかもしれないですね。まあそうですね、自分たちは全く残らないですけど、ね、だから人件費はほぼない。そうですそうです、その前提なんで販管費がほとんどないぐらいの前提でやらないとできないですよね。そうなんですね。でも貿易会社で営業もされてらっしゃったんですか？してましたね。それは基本的に海外とコミュニケーション取るケースが多かったんですか？いや、国内のどっちかっていうとコンテナで搬出に応じたお客さんにこのコンテナいくらいくらですよっていうぐらいなんで、そういう感じの営業なんで、その時はあんまり海外の方と触れる機会はなかったですね。あ、そうなんですね、うん、ちなみにその貿易会社はどれぐらいの期間いらっしゃったの？それも1年ぐらいです。その会社はすごい好きだったし、仕事も別に嫌いじゃなかったんですけど、ミュージカルちゃんとやりたかったんでしんどかったんですよね。大変なんで無理ですそっか、仕事よりもミュージカルの方がそうですそうです大事だった無理ですって、なんうそうそみんな気づいてて頑張れみたいに送り出していただいて、はい、だけどミュージカル別にお金が自分たちに入ってくる仕組みにはしてないんで、はい、それで収益化はできてないと思うんですもんね。そうです、で大学で働き始めて。あ、そうなんですね。そうなんです。大学の先生になったから。いや、学生かなったんですけど、その時所属は、うん、ステージというかですね、うん、そういう箱、まああるじゃないですか、学生さんが発表する ああいうところのどっちかって技術スタッフですね、はい、照明みたいなのとか、はい、音響とか。あ、そうなんですね。そうなんです。それだったらミュージカルと一緒に両立はできそうでした。そうですね僕がそういうのやってて教職員の方も知ってくれてて、うんうん、だからうちで働きながらうまいことをやればみたいなことを言ってくださって、うんうん、あ、じゃあラッキーって言って。あ、そうなんですね、はい、ちなみになんですけど、ミュージカルの面白さって何なんですか？イベントごととかプロジェクトってそれ自体面白かったりするじゃないですか、はいはいはい、何か一つ始まりがあって終わりがあるみたいなのは、それはミュージカル以外でもある楽しさだなと思っていて、うん、ミュージカルはこれは難しさでもあると思うんですけど、音楽と演劇的なセリフとダンスだったりとかっていうところの、まあ、いろんな要素が絡み合ってるっていうのは表現としては非常に豊かというか、だからこそ難しいと思うんですけど、うん、っていう部分の面白さはやっぱ僕は感じるし、今でも見るのはすごく好きですね。なるほど。ちなみになんですけど、あれってゼロからストーリーを作るもんなんですか、それとも何かを参考にしてちょっとそれを組み替えるみたいな感じですか？あ、そうですね、あの本当ゼロから作る人もいますし、あとは昔ながらの劇団四季がやってるような作品を基本模倣して演出家によって変えるパターンもありますし、あとはシェイクスピアみたいな元々ある例えばマクベスみたいなのがあって、だけどマクベスを主題にして全然違う表現にするみたいなのもある。深すぎますね。で、あ、そうなんですね、うん、めちゃくちゃ面白いですよ。相当準備期間大変じゃないですか？めちゃくちゃ大変です。でもそういった形でミュージカルもやりつく、うん、自分が生活できるようなところも体制づけて、大学の職員とミュージカルを並走させてた感じだったんですね、うん、そうですね。え、その後大学の職員ではどれぐらいの期間いらっしゃったんですか？大学の職員時代は丸何年だ、丸3年か。あ、そうなんですね。そうですね。じゃあそこでずっとやりつつミュージカルもやっていたって感じなんですね。そうですね。でその間に途中で311のあったことに関して別の NGO から声掛けいただいて、友人経由で、でそこのやってる活動は普段はアジアにある NGO を支援するって間接支援の NGO なんですけど、311のことが起きたんで日本にいることでもなんかできることないかっていうところで、日本に来てるアジアからの留学生をボランティアで派遣するプロジェクトっていうのをやってたんですよ、彼ら。でそこのコーディネーターじゃないんですけど、企画的なところのポジションが人がいないんでやってくれっていうのを友人経由で来て手伝ったっていうのはあります。ちなみにアジアの方が日本に来て日本のボランティアをするっていうケースもあるんですね、うん、そうですね。彼らはもともと大学にいた人たちだったんで、だけど日本語がそこまで流暢じゃないから、向こう行ってもコミュニケーション取れないから、なかなか受け入れ先がないみたいなのでっていうので結構需要があって、かなりの数送りましたね、一緒に行ったんですけど。そうだったんですね。はい、そういった形でボランティアっていうところも自分の仕事としてはされてらっしゃったんですね。そうですね、やってました、やってました。なるほど、ありがとうございます。ちょっとこの動画では坂下さんが国際協力に興味を持ったきっかけから、大学卒業してから何をしてたのかっていうところのお話をお伺いしたんですけど、次の動画では何してたのかっていうところの続きをお伺いしたいなって思ってます。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。